皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は皆様にお伺いしたいこととお願いしたいことがございまして、少しお時間を取らせていただきました。実はですね、昨日いただいたお便り、この内容がすべて文字化けをしてしまいまして、本日取り上げることができない事態となってしまいました。本当に申し訳がございません。昨日の3時から4時あたり、はい、午後のですね、3時から4時あたりにお送りいただいたお便りでございます。この内容、あの文字化けした原因が全くわからないのでございまして、こちらでいろいろ検証もしてみましたが、その文字化けを再現することもできず、なぜ文字化けてしまったのか全くわからない事態に陥っております。ですので、よろしければ再度その内容をお送りいただきますか、もしくはこの文字文字化けしそうだなっていうような文字を省いてお送りいただけはしませんでございましょうか。どうかどうかお手数はおかけしてしまいますが、よろしくお願い申し上げます。はい、お心当たりございます方いらっしゃいましたら、こちらの宛先まで今一度そのお便りをチャレンジいただきたくお願いいたします次第でございます。何パターンかお送りいただけるとありがたいかもしれません。この文字文字化けしそうだなっていうのを省いたパターンを何パターンかお待ちしておりますよ。お待ちしておりますとのことでして、本日はまた別の方のお便りを取り上げさせていただきたいと思います。はい、本日いただきましたのはサンピアさんからのお便りでございます。ではでは、あのサンピアさん、お便りなんか臨時でみたいな感じで取り上げてしまいまして、申し訳がございませんね。でもでも、いつもいつも感謝しておりますですからとのことでして、本日はサンピアさんからのお便り、はい、お読みいたしますね。その内容拝見いたします。じゃん。この時期でございますか。そうですよね、そろそろですよね。あのこのお一言を簡単に皆様にご説明いたしますと、そうですね、3月3日のお祭りに関連した、まあまあ関連したと言いますか、そのもののお言葉でございます。そのもののお言葉に僕がくっついたお一言となっております。それにより、まるで僕がそのお祝いを受けるがごとくな、そうしたお言葉に見えてしまいますね。はい、もしくは僕が飾られるかのような、そんな感じです、そんな感じです。はい、もう3月3日といった時点で若干お分かりになられましたでございましょうか。ですよね、ですよね、そうは思います。もうそれままです。それままって言っちゃいました、そのままです。はい、お代理様ととのお歌の中にあるそれでございますよ。はいはい、もうそれ以上、これ以上言ってしまいましたら、もうその言葉飛び出しちゃいますよね。そうですね、でも今の歌でちょっと引っかかるところがございましたが、そのお祭りっていうじゃないですか。そのお祭りって
そのお祭りを厳密に言うと、じゃあその方なのですね。お代理様の隣にいる方がもうその方なのでございますね。それで合ってます？その下にいる人々はそれぞれみんな違うような立場の方なのでございますよね、きっと。というような認識で今なんとなくおぼろげに分かったような気になりました。そういうわけでございますよね。ということはですよ、ということはじゃあ厳密に言えばその方、お代理様の隣の方というような一言でございます。はい、そうですね。僕はオスですからあまり馴染みがないんですよね、このお祭りに。このお祭りに馴染みがないので、去年もコメントに困ったような思い出がある気がいたします。そうですね、他に何をコメントしましょうか。思い出といったら思い出らしい思い出がないのでございますよ。やはりちょっと甘酸っぱい思い出かもしれませんが、淡い恋心を思っていたその女の子がいまして、その方のそういう行事にお誘いを受けたような、そんなような気がいたしている所存にございます。はい、そんな記憶があるようなないような気はいたします。そうですね、あまりに淡い思い出でして、忘れかけております。はい、そんな感じがします。そうですね、そのお祝いの行事に参加したかどうかすら覚えていませんからね。ただお誘いはあったんじゃないかなっていう、そういう記憶がうっすらあるぐらいです。皆様はどのようなご記憶ございますか？思い出とかございますか？そしてこれは何歳まで祝う行事でございましょうか。あれですよね、女の子の健やかな成長を願う行事ですよね。ということは健やかに成長を願うということは、成長期のお祝い行事といったような認識でございましょうか。そこら辺もよくはっきり分かっていないのですよね。もしよろしければそうした詳しいこともお便りにいただけますと嬉しいでございます。はい、そういうこういうことだよということございましたら、ぜひともよろしくお願いいたしますとのことでして、ここまで言ってしまえばもうお分かりになられたかと思います。その行事の言葉と徳との合体語でございますからね。ではそのサンピアさんの創作を一言そろそろ行きましょうかね。では行きますよ。ではでは、サンピアさんよりの一言どうぞ。おひなりす。